上、芝川高架橋を走行しています。芝川高架橋は全長461メートル、橋の支柱は最大83メートル。この見渡す限りの山の中に新東名高速道路で最も支柱が高い橋として建設されました。この近く釜石岳は山頂付近に駐車場があり、車でのアクセスも良好。山頂からは富士山、駿河湾、羽衣伝説で有名な三保の松原も一望できます。芝川高架橋を渡り終えると富士川トンネルです。